いただきます。弥生軒、弥生軒飯、チキン南蛮、親子丼、すき焼き、すき焼き定食うまっすやわ。正解っぽいな。これ人生初弥生軒だわ。あ、マジっすか、うん、今まで何食ってたんすか。やばいっすよそれ。よく生きてこれたな。でそのすき家とか吉野家とかってわかるけど、なんでだよ。弥生軒あるかも。いただきます。アスプレにしようかな。いただきます。いただきます。うん、うまっ、うまっ、うまい。あったか、なんかあったかい味しますわ。やようと思って。あったけー。あー、うまあったか。うん、こんな浸透する。あったかい味って、あったかい味したマジで。一気に流行った、あったかいっていう感想。でもやっぱさ、はい、一番好きな食べ物、親子丼じゃなかった。はい、親子丼好きな。かっこいい、美味しそうね。なんかさ、一番好きな食べ物何って聞いてさ、うん、親子丼っていうの可愛くない。うん、あんま言わんくない。可愛い。焼肉とか寿司とか出てまうやん。あー、1位やで。ダントツっすね。ダントツなんや。頭一つ抜けて親子丼。でもなんかまだ親子丼食ってるやつ見たことないかも。実は食ってる、結構。もう見たことないな。一昨日食いましたね。うん、うまいで。はい、自分で作って。うん、ヤスの親子丼食いたくない。あ、親子丼が一番好きなやつの親子丼、うん、食いたいな。お願いできる。ちょっと、俺の心の中の、うん、ビッグヤスに聞いてもいいですか。中でかいんや。ビッグヤス。中でかない。それリトルヤスとかや。中でかい。あ、俺さ、はい。全然いいって言ってます。全然いいのに、結構高圧的やったね、やっぱビッグ。でかいね。めっちゃビッグヤスだったな相手。リトルヤスでいいや。うん。おいしい。生卵とか食べていい？ん？生卵のっけていい？おー、親子丼に？うん、攻めますね。もうホッピーだったら、中入れてみたいな状態だ。うん、まれない。おかわり。ホッピーだったら。俺ホッピー頼んだことないですけど、うん、中って言いますよあれ、うん。言うけど、中入れてとかはちょっと下手かな、頼み方として。なんか頼んだことないから。絶対行かれへんけどさ、はい、ホストとか見てみたいよな。あんなにさ、ホストの車とか走ってるのさ、うんうん、そんなにすごいお金使っても大丈夫な、うん、そんなにすごい場所なんかと思う。確かに行ってみてえと思う。仕事とかで行く可能性あるのかな。全然ありますよ。ああ、うん、でもそれ仕事ですからね。 100% 楽しめないかもしれない。そうか、冷やかしみたいなもんな、普通に今言ったりちゃんと行きたいですね。ちゃんと行きたい、うん、ちゃんとお金使ってな。ちゃんとイケメンと喋りたいっていう理由で行きたいです、うん、うわっ、どんな感じなの。うわー、すごっ。あ、ティッシュ取ってみますか。勝山な、ここでマスカーって言われてた。俺の机に切り干し大根こぼしたしんちゃんが。初めてこんなこと。この机4年間使ってるけど、はい、切り干し大根も初めてでしょ。切り干し大根は珍しい。切り干し大根はやっぱあんま食わないですからね、うん、若者。松川勝山な、ここで。エピソードとかで話さんとってな。話すよこの前。話すか。やばいことあってつって。うまそう、一気にうまそうだった。うん、追い卵、うん、確かに。卵ってなんでこんなうまいんかな。卵で何が好き。うん、生卵、目玉焼き、卵焼きとか。生卵、生卵。いや、目玉焼きかもしれないですね。俺ゆで卵入ってなかったよ、ゆで卵。
うん、そのまあその卵料理系で自分のだけにするためにみんなには選択肢に入れさせよって何今の心理戦いやとかって言ったからさそうそうライアーゲームやってるじゃんやってないやってない自分がゆで卵を選ぶために、うん、あえて俺たちに選択肢を与えて、うん、でゆで卵を出さずに、うん、あ俺が洗脳したってことそっち勝永いや俺ライアーゲーム見たことないけどマジわかんないまず勝山あ勝なんつって今永はそのライアーゲームのキャラとかじゃなくて、うん、ちょっとライアーゲームのキャラちょっとね、うん目玉焼きって言ってもでもあれじゃん半熟がいいんじゃん半熟がいいああどうだいやあんますねちゃんと焼けてる方がいいかもしれないはいこれ知っといてよかったその皿の上でグダグダされるの嫌いなんですよそのなるほど、ね、半熟だったら皿の上でグダグダするしないグダグダって言うてねあれそれが嫌なんですよねあの半熟感ピッともう整列してるのとあのグダグダがいいけどなうんいや、なんかグダグダしてたら、うん、ベチャーってなって、他の皿に広がったりするじゃないですか、うんうんうん、で、その分ってもう舐めたらないと食えないじゃないですか、うん、いや、もったいない気がするんですよ、うんうん、でパンでディップよなうんパンでディップうんパンで舐めとんねんえ、パンで食ってんすかうんパンで作ってくる俺、目玉焼きパンで食いたいいや、マジっすかうん米だな米か普通に目玉焼き半熟で折り焼いて、そのまま茶碗に乗っけるけどまた違うなまた選択肢を与えずに、うん、なんずっとライアーゲームやってんすかやってねえよ見たことないし松永勝永なで勝山な2個あったから今勝永な勝永な勝永なの時間は別にいらんのじゃんあ本当に2個なかったっすよあ本当に見たことないから勝永っていうキャラがいるんかなと思ったよ俺ちょっとまた騙された2個あったように見せられた、うんトライアーゲームうまかった早っ前あんな遅かったのにいや前量多かったからねだって松屋並盛り2つあったからあ調べたんや特盛り分からなかった特盛りより多いからマジでケッツッと思いこれでいくかとか言ってもう今日はヤスがちゃんと箸持ってきてくれたからうん今日はカッコつけなかった一個もっすよって言ったもん、うん、持ってきてないですねしかも一回も一個も持ってこなかったでヤスのその箸も、はい、それ俺見たことないパターンやけどなんかこれもコメントなんですけどうんサークルチェンジの握りらしいです。え？サークルチェンジで分かってますか？分かるか。やっぱ分かってなかった、うん。分かってる感じやったけどな、ちょっと、うん、分かんない。変化球の握りです。うん、野球。あ、野球のね。はい。なんか一回これでヤスに教えたいの。え、サークルチェンジ？じゃあ、じゃあ。サークルチェンジは何ついてたの？じゃあ、あの、本当の箸の持ち方。もう知ってるやろ？はい。でそ食いにくいんじゃん変化してでその持ち方で持ったやつは変化して食われへん時とかあるんじゃん、うん、そ 変なとこ行ってでもたまにだから持ったものがブレちゃうんですよえサークルチェンジの握りだからブレて持った時にブレんのまあそうですねそれ握ってんだよ、うん、持っていくブーってサークルチェンジの動きしちゃうんですよちゃんと口に入るそれまあギリギリっすよね、うん、この前ベチャーってベチャーってなったままごちそうさまでしたっつって部屋戻って戻んな戻んなその日もうキレがすごすぎてえ全然補給できなくてサークルチェンジで直した方がいいじゃんじゃあベチャーよくないよ誰がからつけたのそれいやもうそのまま置いてあったから後々片付けたんじゃないマジかよすぐからつけてほしいけどそうで窓からバーって見たらさ下で素振りえ練習悔しかったんだ、うん、違う違う違う打撃頑張ろうとしてた俺も昔箸を持ち方ねちょっと変だったよ、直したよやろうとしたらできんのやろまあまあまあでも難しいと思うよバッテンの時もあったのこんな感じですよねそうそんな感じだから本当にこのもう3本で大丈夫かねこの2本でこう、うん、ここはもう動かさない固定だからここだけ動かすっていう、うん、で掴む俺これ練習した意識してる勝山は変化するときね
過去変化球プレイヤーだった。過去の変化球プレイヤー俺こうだよ。え？俺こうやって撮ってたよ。ノモやん。ノモな。本当だ。すごいっすよ、それ。どうやって、ここ唐揚げあります。今、唐揚げあります。うん、で、俺、前、こうやって撮ってたよ。で、ここもバッテンになって。で、この時なんか食えるわけないってみんな思ってて、そんな食い方で。でもこうやって食べる。嘘。こうやって。だから、こういかずになんかこう、入りがこう。うん。だからもうほんと、下からだ。トルネード走法みたいな、アンダースローみたいな。うん。だったかな、4年前までは。だったんだ。受け入れるなぁ。なんだよそれとかないもんね。だったかな、4年前まで。言われたことない。いや、否定したいんだけどね。その、合わせた方がいい。言われたことあるんですか、あんた飯食って飲もうやんって。ねえ、ないでしょ。そう、全部入っていくからさ。浸透しすぎですってな。でももう今はもうシンプルにちゃんとで、口の中でグイーンとひねる。やんねえよ、口。なんで口の中でグイーンってひねる。あ、そうか。あ、そうかじゃないよ。美味しかった。うまいな、ランチ。うまいラーズの畑山やね、これ。さすがにうまいラーズの畑山、スマイラーズの畑山さんね。腹パンや。お昼にこんな食べたら眠なるな。うん、なんかお昼こんなちゃんと12時にちゃんと飯食うの久しぶりかも。確かに12時か。安まん食べた。はい。ごちそうさまでした。あ、ごちそうさまでした。え、でした、でした。